どうぞ。予報センターから台風16号についてお伝えいたします。まずは現在沖縄の皆さんからいただいているお天気の報告を確認しています。午前10時までの3時間分、この朝のお天気の報告確認していきますが、沖縄本島方面では晴れているという報告、その一方で宮古島から西側先島諸島方面は雨の報告をいただいております。雨の降り方としては今のところあまり強くはなく、強いところでも波照間島からザーザーレベルといった状況になっております。アメダスの観測ですと、今これまでで強く降っているところ宮古島で1時間 26.5 ミリ程度ということですので、1時間に、20ミリから30ミリ程度、やや強いレベルといった降り方になっているようです。ただ活発な雨雲というのが現在かかっております。台風本体の雨雲ですね、中心の目も雨雲レーダーで映っているわけなんですが、本当に周辺の雲が一番活発になっている、その外側の活発な雨雲が断続的に通過するといった形になっているようです。まだこれから昼過ぎにかけて台風が近いところを通過していきますので、一時的には激しく降りますと1時間に50ミリを超えるような激しい雨、猛烈な降り方となっていくかと思われます。雨の降り方注意してください。さあ、そして風についてもお聞きしています。風の報告、沖縄本島周辺は、強いところでも髪が乱れる程度、もしくは傘がさせないレベルの風ということなんですが、宮古島からは急に強まるという声、そして石垣島からは外出危険と感じる声も、届くようになってきました。アメダスの観測ですと、最も強く吹いているのが与那国島、これまでに最大瞬間風速 60.7 メートルを観測しています。その他波照間島周辺も風速50メートルを超えるような、風になってきているといった状況なんですね。ではひまわり8号の雲の様子を確認してみたいと思います。こちら衛星からの雲の画像です。沖縄方面、宮古島、石垣島、西表島とありますが、与那国島のすぐ近く、すぐ南の海上まで台風の中心が迫ってきている様子がわかります。渦を巻いた厚みのある、重厚な雨雲といいますか、しっかりとした台風の形を保っております。中心付近の目も、大体位置がわかるといった形ですね。現在非常に強い勢力となっております。台風の現在の位置と予想進路を確認していきましょう。与那国島の南約40キロにあります。非常に強い勢力、中心の気圧が930ヘクトパスカルで、中心付近最大風速が50メートル、瞬間的に70メートルの風が周辺では吹いているとなっております。風速25メートル以上の暴風域、赤く表示されておりますが、現在与那国島、波照間島、西表島などがすっぽりと入っているような状況です。これから昼過ぎにかけてがこの八重山地方に最も接近している時間帯となるかと思われます。その後、東シナ海に出まして、さらに北上を続け、途中で東へ向きを変えてくる予想となっております。今日のところは沖縄県の先島諸島が中心となります。少なくとも夕方にかけて外出危険というような暴風、そして今日いっぱい風の強い状態が続きます。昼過ぎもしくは夕方頃まで強い雨にも注意が必要ですね。暴風と強い雨、そして、高潮や高波にも警戒してください。次の満潮時刻が午後7時50分前後となっていくかと思います。夕方頃から高潮に警戒が必要です。東シナ海に出た後少し勢力を弱めますが、20日の火曜日になりますと強い勢力の状態で九州にかなり接近上陸の恐れが出てきております。その先の進路は日本海へ進むのか太平洋側に進むのか、まだブレ幅が大きくはっきりとはしておりません。ただこの台風が近づく前から
本州方面は前線が停滞していることもありまして、西日本東日本特に太平洋側を中心に、台風が近づく前から雨が強まる恐れがあります。今後も台風の進路とともに雨の情報にも警戒するようにしてください。では雨風のピークを表にまとめておりますので確認しておきたいと思います。まずは沖縄エリア、今日の日中が一番のピークとなります。そして今日いっぱいは暴風と強い雨に注意してください。その後宮古島周辺も明日の朝までは注意報レベルの風。沖縄本島は今日のところは台風が少し離れたところを通過していきますが、19日月曜日頃、沖縄本島の北西の海上を進んでいく見込みとなっておりますので、風が強まる恐れがあります。そしてその後は本州方面です。西日本東日本の太平洋側を中心に雨や風が強まる恐れ、20日の火曜日、21日水曜日頃と予想しております。ただこの本州方面での台風16号の動きというのはまだ、はっきりと確定しておりません。ブレ幅が大きいということもあります。雨風の強まるエリアも変わっていく恐れがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。台風16号についてお伝えしました。